はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は何やら MC の走れゴローゴローくんがグローブを買ったということで、ちょっと初めて見るメーカーなんでちょっと紹介したいと思います。では行きましょう。ゴローくん、グローブどれ買ったの？これです。これファイヤーズ。さりげなくゴローゴローが YouTube やってるんで説明欄に貼っときます。ピッチャーやるために買ったんだ、これは。はい。あ、そうなんだ。56っていうのは何のやつ？これはゴローの56です。あ、自分の名前ゴローだから、はい、ゴローってことか。ファイヤーズってそのメーカーはどこで買ったの？は大宮の時はスポーツで。時はスポーツさん。でも実際これは内野手用。え？内野手用？これ内野手用。内野手用？それでピッチャーやんの？これでピッチャーやんの？ピッチャーやんの？それピッチャーじゃないの？ピッチャー用じゃないです。あとその網とかさ、これはピッチャー用だと思う。網がなくて。これピッチャーじゃないの？これは内野手用なんです。え？ピッチャーやるために買ったんだよね。はい。でもこれは？これは内野手用。カメラを三脚置いちゃったよ。え？手入れる中には何て書いたの？これはハンサム卵って書いてある。ちょっと待って、見して。いや、ちょっと待って。ハンサム王子と勘違いする人が多いんですけど、ちゃんと点が入っていて。本当に？ハンサム卵なんですよ。受け狙った？はい、受け狙いました。本当だ、ハンサム卵になってんだこれ。ハンサム卵、これいいじゃん、面白いじゃん。ゴロ、ちなみにそれさ、グローブの袋ってないの？グローブありますよ。あんの？え、見して。あ、ファイヤーズ。何これ。友達はみんなケースバイケース。どうしたお前。なんかあったの？はい、ということで今回はゴローくんのファイヤーズというグローブを、紹介しました。この内野手用で頑張っていただきたいと思います。いや、これピッチャーです。え？